どうもトレインです。本日もマリオカート実況やっていきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のアテネポリスと。でね、ついにね、散髪してまいりました。もうね、昨日からのおさまがみからね、おさらばしてね、さっぱりしたところでね、心機一転頑張っていこうと思います。よろしくお願いいたします。よいしょ。でね、まあ本日もね、ちょっと最近朝活にハマっておりまして、朝からね、動画撮ることにハマってるんですけども、なんか今日はね、結構海外、結構強めの海外部屋をね、引いてるっぽいので、まあちょっとそこでね、しっかりと勝ち散らかしていければなと思います。さあ、これはちょっとアウトに膨らむけど、どうせキノコあってショート化できるので、まあ問題ないかなといったところ。さあ、ここも一旦ダブル交換しておいて、まあ後ろにね、結構敵が近いので、まあ緑コーラつけてても、まあまあいいかなといったところ。さあ、しっかりと、インついていきまして、これは爆砂しつつジャンプアクションも出して、いやこれ強いな。これどうしようかな、ボム兵をどう置くかだけど、いやーとげぞ飛んできたな。まあこれはまあいつも通りここじゃねこの狭いところに置いちゃうんですよね。さあジャンプ出してとげぞ食らうけど、まあこれはもうちょっと赤コーラ飛んできたらしゃあないってことで割り切るんだけど、飛んでこないならまあ1位はね維持できますよと。さあ後ろから続々と迫ってきてるが、赤コーラ持ってるのはなんか気が狂ってアイテム前とかで投げてくれたら嬉しいんだけど、さすがにそんなこともないので、まあしっかりこれはねケツつけていくんだけどもねえ、それはちょっときついんじゃないの。ただまあギリ耐えれそうかな、まだまだ耐えれそうなんだけど、怖い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 、ちょなんかゴリラみたいな、ちょっと誰お前遅くないか、いけいけいけ、やれやれ。いやーでもこれ前2人がもう甲羅持ち合ってるから投げなさそうだから、一旦これはサイン取りに行こう一旦サイン取るよ、一旦ちょっと取りようってなんやこれ一応ね被弾ケアのために右ルート走って、まあウイニングケアもまでもろもろ加味していきます。よーしオッケーサインまあまあちょっとね、もう2連赤通されてだいぶ渋かったけども、まあそれでもね、トゲゾー赤コーラで3位でね収めていくのがこの男なんですよ。さあ第2レース目はシャーベットランド、よいしょ。さあどうしようかな、パパッとさっきみたいに前出れたら超絶楽なんだけども、さあアイテムは全然余らず、もうなんかちょっとね押される気したわ、なんか押される気したわ。あーどうしようかな、このまま前突っ張ってもちょっと渋いので、お金集めてからねパパッと前戻っていくルートでも良さそうかな。さあアイテムは取れそうかな、ダブル取ってスターとか出てくんないかな、おお出てくれる。どうしようかな、割と序盤だし前もまあまあまあ近いからこのまま持ってって総力で、なんやかんや分からせるでも良さそうなんだけど、なんかちょっと待って、あのタヌキが赤甲羅持ってフラフラしてんのが怖すぎるんだけど、まあそれでも日和らず前に行く。いやーやすぎマジで無理だろその速さはちょっと渋い、無理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 、これもう特攻、これもうあえて特攻です、あえて特攻しちゃう、この団子状態の中をもうあえて抜け切っちゃう。もうなんかね、あの人が多いところほどやっぱ事故は起きやすいですからね、そういう時ほどしっかりと前に抜けておくのも大事ですと。さあここはまあ下ルート行こうかな、一応下ルートの方がねシャーベットランド早いので、よいしょ、余裕ある時はしっかりとね下ルートを走ってまいります。さあどうしようかな、一応クラクションが欲しいお年頃なのでしっかりとアイテムを分回していきます。さあウルトラミニターボも貯めつつなんだけど、サンダー降ったけどそんなに強い回避ないと思うんだけど、テレサがいたらちょっと話変わるかな。とりあえず2位が離れてて余裕があるので、ここはねダブル取りに行って確実にね防御アイテムをこしらえていきます。後ろがねどうだろうな、一応ボム兵持ってるとはいえ、まあ一応なんかね連続赤コーラとか投げられたらそれはそれで防げるから一旦持っておきますか。バナナ熱い。さあこれはまあ赤コーラなんぼ飛んできてもまあさすがに負けないでしょ。よし逃げ切ったね、オッケーチェーン、よっしゃなんか元は運搬して勝つつもりだったけど、まあ蓋開けてみればもう普通の前張りになったねよーし稼いでいきたいとこなんだけど、これいけるかな、あったところかな。さあジャンプ出して、あミスった、
え、なんか勝てそう。ミスしまくったからどうせボツになるかなと思ったらさ、なんか1位取れちゃったんだよね。まあさすがにちょっとね、人に見せれるような走りしてなかったから全容までは映す気ないんですけど。まあそんなね、1位がありましたと言ったところで、気を取り直してね、コースはミュートシティと。やっぱね、ミスった時にね、引きずっちゃうと良くないんだよね。ミスしたのはミスした。まあ、そっからは、まあ、こっからミスしないぞっていう気持ちでね、戦っていきさえすればなんとかなるので、落ち着いてね、戦ってまいります。さあ、ニスクのタイミング、ニスクのふっ、よし、 OK。 うわー、もう心配、もういつも心配になるんだわ。さあ、これどうだろうね。後ろのアイテムを今確認してるんですけども、俺が目が悪いのか、シンプル距離が離れすぎてて見えないのか分かんないけど、2位はとりあえずアイテム持ってないように見えるかな。なのでしばらくは安泰かな。さあ、コイン引いたけど、まあ、ここら辺通りそうだなってとこに一旦投げておきますか。当たってはないな。今ヨッシー喜んだけど、誰もスピードを減速してなかったから当たってなさそうではある。さあ、2回目のリスク、オッケー。はあ、息が詰まる、マジで息詰まるわ。よし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 、あとは3回目成功させるだけ。さあ、どうだろうな。ちょっとずつ距離は離れてきたけど、トゲゾウが飛んできちゃったので、これはバナナ経験いけるかな。ちょっと遠めに投げよう。遠めに投げてしっかりと軽減をかましていく。オッケー、だいぶいいんじゃないのこれ。さあ、後ろが黄色に持ってんな。なんか待って、アイテムが大丈夫大丈夫、オッケー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 。さあ、ただ後ろがだいぶ近づいてきて、一応ケツつけとくか、怖いから。怖いから一応ケツつけておいて、ミニタブちょっと早めに出したいな。早めに出して少しでもう距離を稼ぎたい。さあ、3回目のミス、もうマジでさ、なんであんな大事な場面でやらかすかな、本当に。あー、でもね、なんか最後のね、3個目のニスクか、ジャンプした時にさ、あ、これなんかミスるなっていう感触はあったんだよね。あ、これやったなって思いながら、でもワンチャン届いてくれたら嬉しいなと思って言わなかったけど、届かなかったね。いやー、こんなね、はしたないプレイを見せるために動画投稿してるわけじゃないんだわ。もう落ち着いていこう。ね、ちょっと2連続でやらかしてるけど、落ち着いていこうな。さあ、ジャンプ出して、これはね、真ん中設置、いつものやつです。オブの次、なんかボム兵飛んできてんだぞ。一瞬視界の真ん中ぐらいに来ていたけど、赤コロがなんか飛んできたので、さすがに防いでいきます。ちょっと怖いな、ああいうよくわかんない赤コーラが飛んできたら、なんか即で赤コーラ投げられそうな気がしてならないから。ボム兵引いた。いや、これ置いてもいいけどな、置いてもいいけど、結構ね、アイスビルディング避けるラインが多いんでね、かわされそうな気がする。これは置いておきますか、一旦置いておこう。真ん中に置いておいて、かわされてはいるけど、赤コーラは飛んできてなさそうだから、まあ悪くはないか。さあ、しっかりと着地でコインを使いながらアイテムを交換していきまして、どうだろうな。2位の人が結構さっきパラしてきた人だから、要警戒ではいきたい。とりあえずクラクションも、おっと待って、これ交換できるかな。あー、アイテム交換できてないけど、まあ防げたし OK といたしますか。さあ、赤コーラがすごいパラされてくる。しっかりと、ねねねね、もうアホみたいに飛んできます。これでさ、3つ目とかあったらもう地獄なんですけど、右行かれてる。だったら俺は一旦左行きますか。さあ、コインはすぐ使って10万。おっ、プロすぎ。え、なんか、なんでお前そっちいんの。なんでそっちいんのかちょっと謎なんですけど、一旦ダブルをしっかり回収して、パニーがやられていくと。2位の人特攻していったがゆえに、アガコーラにやられていくと。よし、これはまあさすがに1位もろたね。よし、1位、 OK。 あー、怖い怖い。もうパラシア、もうチラシアが後ろにいるとほんまにドキドキするからね。よう耐えた、よう1位で耐えました。さあ、5レース目は Wii のレインボーロード。ここはもうとりあえず前走らないといい思いはできないから、
しっかり序盤でやられないようにね、気をつけていきたいんだけど、コインだった。後ろ赤コーラ引いてないけど、これは生きて帰れそうか、これ。よしよしよし。しっかりとコインも取り散らかして、とりあえず1着目だったら、コイン取らなくても、外側のコイン取らなくても、なんやかんやで回収できるので、そっちをね、回収していきます。さあ、コインもしっかりと10枚にしていきながら、よいしょ、ジャンプアクションも出しつつ、よいしょ、ドリフトもかまして、いいんじゃない?これは。あ、これはもう結構安泰かもしんない。ウィーのレインボーロードほどね、1位がね、楽なコースないと思ってるんだよな。一旦バックスな。一旦バックスなしておいて、ジャンプアクションっていうかあれだな。ダッシュは入らなかったけど、それでも前走れてるから悪くはないと。一旦バナナを散らしておこう。誰かに当たるかもしんないからね。さあ、しっかりとインについて、トゲゾウが早いけど、まあいいでしょう。ここら辺ね、ダッシュモードが多いんでね、ダッシュモードが多いコースほど、そんなに苦しくないっていうのがあるんだよね。さあ、赤コーラが飛んできてるし、まあこれはね、2発目の赤コーラも全然あるから、こうやってね、あ、来た、チラシ屋がいるわ。チラシ屋がいます。これは要警戒です。これは要警戒、要注意だよ、これはもう。さあ、サンダー振った。こういう時こそ、金じゃなくてアイテム。もう何され、いつ何時ね、あーお前何してんのマジで。お前マジで何してんの落ち着いて。さあ、4になっちゃって、金も減っちゃったんですけども、一旦耐えかな。一旦耐えつつ、3位走って、最後の隙とかを見ながら、1位を狙っていく感じにはなりそうかな。ダッシュ入ってる。オッケー。さあ、どうしようかな。トゲゾウがね、結構コース長いとね、2発3発飛んできやすい傾向があるので、それを狙いつつ、戦っていきたいんだけど、さあ、ボム系が危なかった。いや、さすがに2発目飛んでくると思うけどな、こんだけ離れてたら。飛んでこないのかな。一旦緑コーラ後ろ離してみるか。少しでも後ろを削り、入れておきますか。さあ、このブーメランもね、正直届かないし、投げたところで感あるので、一旦後ろ投げで、あ、いいね、キノさん。いや、これワンチャンさ、その最後、トゲゾウが飛んできて、前2人が譲り合って、で俺が魚振るっていうルートでもいいかなと思ったんだけど、なんか前出てきたねなんか2位まで上がってきた。さあ、どうしようかな。だったらもうちょっとね、何、危なすぎ。サンダー振った。いや、これどう、ふっ、おきおきおき、2位やれてる。よし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 。さあ、これで1位踊り出て、あとはトゲゾウさえ飛んでこなかったら割と耐えれそうな気がするんだけど。さあ、ジャンプ出していけます。これはバナナ熱いこれで赤コーラも何も怖くありませんよと。さあ、そのまま、よーし、チェーン、オッケーよし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 。いろいろあったけども、蓋を開けてみればね、しっかり1位を。よーし。さあ、7レース目は動物の森の秋。さっきのウィーレインボーロードが全然6レース目だったわ。さあ、よいしょ。できれば夏来て欲しかったけども、秋でもね、僕は十分に早いのでね、その総力を存分にお見せしていこうかなと思います。さあ、キノコ引いたけど、一旦キノコ使って前出ていきますかね。さあ、ジャンプ出して、ここはね、一旦ね、ダブル回収しておいた方がお得かなと。さあ、チラシ屋がいっぱいいるぞ、気をつけろ後ろが結構離れたから、これはね、お金回収できるチャンスなので、しっかりとコイン4枚を回収しながら走ってまいります。さあ、 MTJ も出しながら、よいしょ、ウルトラミニターボも貯めつつ、ゴニョッとね、ミニターボ貯めていきます。もうね、ここのコースだったらもう日本人で勝てるやつそんなにいないと思うからね、俺にさあ、トゲゾウ飛んできたけど、これはグライダーで受けれたら一番お得だけど、ちょっと厳しそうかな。俺が早すぎてトゲゾウが間に合ってないので、一旦そのままね、食らいます。それでも、おー、散らすね、散らしてくるね。まあ、僕はね、防御持ってるから全然大丈夫ではあるんですけども。さあ、ジャンプ出していきます。さあ、バナナ2つ引いた。これ熱いね。これはもうしっかり保持していきますか。さあ、ミニターボもしっかりと出して、ジャンプも出していきます。いいんじゃないの?こっから3周目はね、アイテムも取りに行く必要がないから。あっと、ダート噛んだけど。落ち着く。落ち着いて、SMT まで貯めちゃうんですよね。で、これ下ルート行った方が早いんですよね、実は。で、こっからジャンプアクション2回出して、2回出して、よいしょ、しっかりと防いでいきます。この速さよ。この速さで誰がついてこれんのって話なのよね。さあ、ジャンプ出して、トゲゾウも飛んできてるけど、あ、これギリ間に合いそう。あ、ギリ間に合いそう。まあ、ギリ間に合うけども、
それでも後ろはついてこれずに、よーし JOK。 これがね、はい、もう NITA 世界で一番速い男の動物の森の総力ですよ。このね、時ぞ2発食らっても1位取れるのすげえと思ったらね、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。